はい、こんにちは、ちゃちゃちゃです。今回は私が普段使っている連射弓の装備を全属性分ご覧いただきたいと思います。今回ご紹介するビルドコンセプトが普段使い用なので、火力を最大に出すというよりは、強壮薬を飲まずともスタミナを気にせずラフに狩猟できることを重視した快適ビルドです。また、作成の手間を減らすために防具は全属性同じもので運用しています。防具ご紹介します。強弓の羽飾り、四つみ S メイル、バイク S アーム、ウルク S コイル、八つ肩グリープです。重ね着はこんな感じにして、腰は表示を消してます。レアな素材が一切入っていない構成なので、かなり作りやすいです。ただし、強弓の羽飾りに関しては、闘技場でベリオロスとラージャンをたくさんボコボコにしないといけないので、作成難易度がちょっと高めなんですよね。ただ現状、弓のため段階解放というスキルがついている防具が強弓の羽飾りしかないので替えが効かないんですよね。これに関しては頑張って作るしかありません。カジキマグロは寒冷群島のここで釣れます。スキルです。属性連射弓の必須スキルとしましては、先ほども名前が出ましたが弓のため段階解放です。こちらはその名の通り弓のため段階を1段階解放するスキルです。左がため段階を解放していない時のアンジャナフの弓、右がため段階を解放した時のアンジャナフの弓のダメージです。このように弓はためると威力が上がったり矢の本数が増えたりします。なので基本的にため段階が高い方がダメージが出ます。ただし投球バリエンテのようにもともとため段階が最大まで解放されている弓もあるので一概に弓で必須とは言えませんが、属性弓に関しては現状では必須と言っていいと思います。属性攻撃強化は対応した弓の属性を盛ることができます。属性攻撃強化の装飾品は1スロットでつけることができるんでつきやすいんですよね。体術とスタミナ急速回復をがっつり持っています。体術はチャージステップや回避行動の時に消費するスタミナの量が減ります。またスタミナ急速回復のおかげでスタミナの回復量が 1.4 倍になっています。弓はスタミナで殴る武器です。すごい上手い人とかだと体術3スタミナ急速回復1とかできっちりスタミナを管理してその分火力スキルに回したりするんですが、私レベルのプレイヤースキルだとスタミナスキルを持った方が逆に火力が出しやすくなりますし、上手い人でも普段使いはスタミナを盛る方が多いです。連射矢強化、こちらは連射矢の物理威力が上がるというスキルです。簡単に投球バリエンテで調べてみましたが、連射矢強化がない時は26、レベル1で27、レベル2で29、レベル3で31だったので、大体なんですけどレベル1で 1.05 倍、レベル2で 1.1 倍、レベル3で 1.2 倍ぐらいになるんじゃないかなと思います。弱点特攻、こちらは肉質が45以上の部位に攻撃すると配信率が上がるというスキルです。レベル2なんで肉質45以上の部位に攻撃すると配信率が 30% 上がります。過去作までは弱点特攻レベル3が弓の必須スキルとも言われてましたが、レベル2までしか盛れていません。通常弾強化を下げて弱点特攻をレベル3にすることもできるんですが、属性回心や超回心が漏れていない現状だと会心攻撃が出ても物理威力が 1.25 倍になるだけなんで期待値的に通常弾強化の方が上なんですよね。なのでこのラフビルドであればなんですけど、通常弾強化を削って弱点特攻をレベル3にするよりも通常弾強化の方が火力が盛りやすいということになります。ただこれに関しては今後のアップデートでスキルが盛りやすくなってくるとどんどん変わってくるとこじゃないかなと思います。回避距離、こちらはステップや回避の距離がすごく伸びます。これをつけるかどうかに関してはね、結構好き好きになるんですよ。フレーム回避ができるっていう方は必要ないと思うんですが、回避距離があると攻撃を見てから位置で避けるということができるようになるので、フレーム回避が苦手な私のようなハンターさんにはおすすめです。ただ逆に距離が伸びてしまって使いにくいと感じる方もいらっしゃるので、一度修練場などで試してみてからつけるかどうか決めていただいてもいいと思います。ひるみ軽減、弓はモンスターに接近して狩猟する武器なので、マルチプレイをしていると味方の攻撃が当たることが多いんですよね。近接武器のように必須というわけではないんですが、周りのハンターの動きをしっかり見て立ち回れるという腕に自信のある方以外は、マルチプレイをするときはつけていった方が結構無難です。接近してなくても後ろから矢とか弾当てられることもままありますしね。5石なんですけど、私は弱点特攻レベル2にレベル1スロットが2つついている5石を使ってるんですが、これはなくても大丈夫です。レベル1スロットが2つついてれば何でも OK です。弱特のお守りがないけど弱点特攻を積んで火力を上げたいという方は、体術を減らす形にはなるんですが、星をスパイを S に変えることもできます。これは自分のプレイスタイルやお守りと相談してください。装飾品は属性強化の玉が5つ、装器樹が1つ、対象樹が1つです。武器です。氷、竜、水は百竜弓です。連射レベル5まで打てるんで強いんですよね。氷に関してはよく「ゴシャハギの弓はどうですか?」とご質問いただくんですが、ゴシャハギの弓は1本あたりの矢のダメージ数値は上なんですが、ため段階を解放しても連射のレベルが3なんですよね。連射レベル3だと矢の本数が3本だけになっちゃうんで、1本あたりのダメージが低くても矢が4本出る百竜弓の方がダメージはかなり出ます。とはいえ、ゴシャハギの弓がすごく弱いとかいうわけではないので、デザインが好きな人は使っちゃってもいいと思います。百竜強化です。正直ここはまだ研究しきれてないんですけど、攻撃と属性どっちに盛るか問題結構あると思います。これほんとケースバイケースで、修練場のカッパを打ってもダメージほとんど変わんないんですよね。で、このビルドだと物理が通常弾強化で 1.2 倍、属性は属性強化で 1.2 倍されています。あと、会心攻撃が出た時、属性会心がないため物理にしかかからないということ、あとマルチプレイの時に狩猟部位の人が攻撃とか起源の旋律を奏でた時、物理に倍率がかかることから、私は攻撃の百竜強化を選択しています。ただね、これ本当モンスターの物理肉質とか属性肉質によって最適解が変わるので、何とも言えないとこなんですよね。ただそこまで大きく変わるとこではないはずなので、お好みで大丈夫なんじゃないかなと思います。射撃変更は連射にして、連射レベル5を出しています。局射は回復型にして、納刀しなくても回復できるように私はしてますが、ここはお好みです。瓶はマストで強撃瓶、元気瓶は攻撃力が上がるので採用しています。雷属性の弓は飛雷球幅矢、飛びかかちの弓です。モンスターハンターワールドでも非常に強力だった飛びかかちの弓、今作もちゃんと強力です。百竜強化は元の会心率も高いので攻撃にしています。非属性は万学流フラムアルクス、アンジャナフの弓です。会心率マイナス 20% なんですが、弱点特攻で打ち消せます。百竜強化は属性にしています。スロットはレベル2スロット1つとレベル1スロットが1つ余分に出るので、体術を振り切って腹減り防止に努めてます。ここもお好みで付け替えてください。あと、オプション設定、弓の速度どうしてますかってよくご質問いただくんですけど、私はなんですが、みなぎる速さでやってます。これね、ほんとお好みなんですけど、比較的速いとかとても速いだとやりやすいっていう方が多いように思います。ちなみに知り合いの弓使いの人は通常時が速い、ガンナー照準時は通常に設定しているそうなんで、本当にただの好みなんですよね。なので自分が一番当てやすいと感じる設定にするのが一番だと思います。ここはね、私も今後変えていくかもしれません。お食事は短期催眠術と体術と射撃術にしています。射撃術と暴れ打ちの検証はしてないんですけど、連射なんで従来通りであれば射撃術だとは思うんですが、なんかね、今作ランダムで火力アップみたいな噂もあるんで、正直何とも言えないんですよね。体術ももしかしたら体術レベル4まであるんで、もったいない可能性もあるんですよね。この辺りも今後検証していこうかなと思います。ということで、今回は私がラフに使っている全属性の連射弓の装備ご紹介しました。役に立ったよって方は高評価ボタンのポチをお願いします。また他の弓装備もどんどん紹介していきますので、チャンネル登録もお願いします。またねー。